このシーンをご覧ください。第1話の本編30分36秒あたりからご覧になってください。はい、これね、乃木が車を降りる前にですね、なんかねゴソゴソしてるんですよね。かがんで、膝をいじってるのかなと、ふくらはぎとかあの足首の方をなんかこういじってるっていう、このシーンもね見逃せないんですよね。そしてですね、この拳銃をね、出されて、体にね爆弾巻いた姿見てねびっくりして後ずさる時もですね、左手のね、足首とからへんをね、なんかこうごそごそ触ってなんか確認してるというか何か操作してるのかしてる仕草があるんですよね。はい、だからあの車降りる前からこうね仕込んであった、ふくらはぎあたりに仕込んであった、まあ、例えば拳銃とか武器とか、まあスマホとか盗聴器とか何らかのものをね、こう確認したと、そういう仕草なんじゃないのかなと思うわけですよね。でこれスローモーションでこうリピートしてますけどね、映像を明らかに何かしてますよね。これ伏線でしょうね。で第3話でこの伏線が回収されるのかな、後々にね、ああそういうことだったのかなと、回収される伏線ではないかと思うんですよね。